キャンプ場の案内がありますよ、はい、オートキャンプ場で、ここに看板が、はい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 、入園料は1人300円で入れますで、ログハウス、山小屋、バンガロー、オートキャンプで、フリーサイト、持ち込みテントで、フリーサイト、まあ、いろんなサイトが、サイトとログハウス、山小屋、バンガロー、いろいろ建物建ってるので、そこの説明、料金案内があります。で、ざっと地図があって、私たちが泊まってるのがこの端っこのサイトです。桟橋は今ないです。こっちの桟橋はあって、こっちもないな、うん、ここもなくなってる。こんな感じでいろんなログハウスも、そう、そっちもちょっと今から行ってみます、はい、今日私たちが使ってるのがオートサイト、5区画あるうちの1区画なんですけど、何メートルぐらいかな、あ、そうそうそう、インスタ映えで人気のオートサイト、一番広いと思う。どうやろう、一番縦長かな。インスタ映えで人気ありますよね。そう、ここのサイトが人気で、この貼り方がや、そう、そこの中洲みたいな、これですよね。そう、ここのちょっと砂浜がビヨーンって伸びてるところがあって、ここに、テント張ったら向かいからリフレクションで綺麗に撮れてる写真がインスタで有名で、こんな感じですよ、先端、はい、ここのギリギリまでちょっとモニグロをこんな感じで貼って、ほんまギリギリやちょっと頑張ったけど、やっぱり綺麗な写真撮ろうと思ったら風がなくて、水面が綺麗に波打ってない状態の時に写真撮ると綺麗に撮れるみたいなんで、皆さん、はい、ここ、ちなみに私は撮れませんでした木の風が結構あって、こんな感じですね、もうギリギリに張ってますここのサイトが人気やねんな。そう、ここのサイトが一番人気で、やっぱり知ってる人はめっちゃ広いやんな。ここ全部せやもんな、この張り出しから一番端っこまで、おお、すごい、何メーター走ってここまでで15歩あった、縦にめっちゃ広いの、うん、15メーターあるってこと、縦にめっちゃ広い、横幅は横5メーターぐらいかな、そうですね、うん、で、各サイトにこの囲炉裏的なと、シンク、そう、シンク、水道がついてて、かわいい、めっちゃタイルがかわいい、水道、まあ、でもここはちょっと直接川につながってるから、洗剤使った洗い物とかは禁止です。あ、で、洗剤使った洗い物ができるところがあるんですよね。そうです、が炊事場が、炊事場があっちです。はい、炊事場がこちらです。めっちゃ綺麗、すごい綺麗めっちゃ綺麗よ、各ね、一個一個分かれてて、洗剤も置いてあるし、あ、ハンドソープもあるし、水色が綺麗すぎるじゃん。綺麗でしょ、だいぶ綺麗って広い、広いあ、確かに窓も綺麗やし、いい景色が広がってる、そう、全然窓がピッカピカでびっくり。なんかだいたいこういうとこってさ、曇ってたり雲の巣張ってたりするけど、そうやな、うん、めっちゃ綺麗、
はい、こんな感じです。水入り場はい、じゃあこちらが管理棟になります。こちらで、キャンプの受付して、まあいろいろレンタルもやってます。私今回あの網を借りました。1枚300円でちょうどあの囲炉裏に使えるに使える網が300円で借りれます。で、この管理棟の受付の横に冷蔵庫、この業務用の冷蔵庫あるんですけど、ここにマジックがあるので名前を書いて自由に使えます。素晴らしい。これはもうほんまにいいと思う。こんな冷蔵庫あるキャンプ場ないですよ。素晴らしいですね。結構でかいからもう夏はいいよね。いいですね。消えてます。名前を書くのを忘れずにで、その横に自動販売機あ、このゴミは空き缶、ペットボトル、空き瓶、ガスボンベは捨ててます。でも生ゴミとか燃えるゴミは持ち帰りです。管理棟はこんな感じです。管理棟の横に女性とお子様専用トイレがあります。ちゃんと女性と男性が分かれているので女性は安心して使えます。ちなみに、はい、男性のトイレは、男性のトイレは管理棟の向こう側のログハウスの奥になります。男性はあの歩いて奥のトイレで、はい、ちょっとあのサイトからはちょっとだけ歩かないといけないけどね。歩きましょう。はい、でこちらが男性のトイレです。こんな感じです。もうそれしか言えない。うん。中は入れません。はい、入り口がそこからバーっとここまで入ってきて、ここで一回 U ターンします。去年結構狭かったけど、そこがちょっと広くなってるから U ターン切りやすくなってます。で、U ターンして、そう U ターンしてこっちの脇道を下っていくとオートサイトに入れます。橋を渡って、オートサイトから、そう私たちのサイトで橋を渡ったところからフリーサイトになります。でフリーサイトで多分一番人気なんがここ。ここもまたちょっと こんな感じですごいな、せり出しててね。シノのここ泊まってた方もここに貼ってテント、ここに水際を楽しんでました。このフリーサイトでもあの囲炉裏っていうかね、バーベキューできる椅子と机があって、めっちゃ充実してる。あ、でも水道はないみたいな。そんなに大きいイベントがありますみたいな。うん、やっぱ昨日は量の方やったんでちょっと小さい。鬼風呂ギリかな。鬼風呂ギリぐらいかな。ギギは多分ギギ無理やな。ギギ2は無理やな。ギギ2貼れるフリーサイト行きましょうか。行ってみましょう。奥が広くなってるから。あ、そうそう、ここにプールが今は使えないから。夏遊べるんですね、このプール。うん、遊べるみたい。めちゃくちゃいいやん。めっちゃ広い。怖っ。広い。うん、結構広い。なんかこれも15メーターぐらい。
える小学校ぐらいの大きさのプールかな。何針ぐらいできるんだろうな、このプールサイト。何針やったかな、 10ぐらいあったと思う。なんかあっちの奥が張れるし、はいはいはい、そうそう、あそこちょっとプライベート感が、そうそうそう、後で行ってみる。こっちも昨日一組しか建ててなかったから、一組貸し切りですね。そう、結構広く、あっちも上の方まで建てるから、そう、各あそこも結構プライベート感がある。詰め込んで2針ぐらい貼るかな、多分。うん、貼れると思う。だいぶ広いね、うん、もう一段上もあるからな。まあでもソロかな、一番上は。あ、ほんで一段上とさらにもう一段上、そう、もう一段上あるから、ほんまに各サイトに。もうこれが一段上だったか、はいはい、はい、ここ結構広い、多分こっちとこっちやはる、はいはいはい、ちょっとあかりくらい。で、さらに上にもめっちゃあるやん。多分この辺はほんまにソロとか、そうやな、うん、すごい、ね、あ、結構あるな。あ、ここも結構すごいプライベート感やね。すごいな、ここは。そこにテント張れるし、あ、ソロの人に、ソロの人かなりいい。ユモでもいけるんじゃない、こことそっちに張ったのか。ソログルとか、おー、ソログルできんで。ここいいですね、うん、あ、いい感じ、いいよ。別にあの水着は、あ、もしかしてあそこも、そう、あそこもあるね、実はさらにちょっとでも荷物運ぶのが大変やけどな、大変かな。あ、でもこっちも繋がってる、あ、そうしよう、あ、見て、こっちもある、すごい、ここもある。ちょっと上の方まで行ったことないから、行ってみましょう。めちゃくちゃ、ここもう晴れる、ここも見て、はい、ここいいな、ちょっと立ってみてください、はい、こんな感じの広さです、うん、全然あの3メーター2メーターぐらいかな、3メーター3メーターぐらいかな、はあ、いいですね、うん、もうほんまに一人でこっそり、はいはいはい、ね、その一段目も同じぐらいかな、はい、まださらに上あるよ。さらに。あ、ここどうなん、え、ここはあるかな、まあできんことないけど、すごいですね、うん、こっちは、こっちもですか、こっちもやね、またここつながってるわ、全部つながってる。すごいね、何針できるんやろな、うん、なかなか、うん、見てみよう、後で、面白いですよ、面白い。ちょっと探索してフリーサイトで予約した方はいろいろ見た方がいいかもしれない。あ、なるほど、すごいな、冒険心をくすぐられる。ここもすごいね、すごい、あのプライベート感あるけど景色、こっち側は山の景色、うん、全然でも水が見えへん。池が見えへんようになった、プライベート感ですね、うん、すごい、どうなる、ここあるかな、この下もある、この下が多分、うん、バンガローとかコテージとか、え、これもしかしてバンガロー、これな、うん、あ、バンガローやな、これバンガローの人がバーベキューするしたり、ああいけるんかなって。あ、多分そうやな、そういうことやんな、ここは多分おそらくテントはサイトではないです、サイトじゃないな、同じようなのがあっちにもあるもん、ほんまや、バンガローの人がバーベキューするスペースかもしれないですね、はい、そんな感じや、ね、
こう迷路みたいにいろいろあって子供は楽しいかもね。あ、山小屋山小屋とバンガローの違いな。ここも大きい。ここは大きいな。ここ広い。多分でも一針かな、ファミリーやったら一針ぐらい。だいぶ大きい。どんだけ晴れるかっていうのちょっと謎すぎるな。無限大やね。ここ張っていいですかって一回聞いた方がいいかも。あ、洗面所。顔洗ったり歯磨きしたり。なんか今シャワーはコロナでやっぱり使えないみたい。こんな感じですかね。サイト、フリーサイトはこんな感じですね。うん、はい、じゃあ以上で施設紹介終わりますこんな感じで分かったかなちょっとちょいちょい施設紹介していこうかなって思いますうん、でもあれやな、次フリーサイト泊まってもいいかも。